2021年7月22日です。もう猛暑が続くんですけれども、もう暑い中だと、日本の植物っていうのはあんまり花を咲かせないんですが、例外じゃないんですけど、例外とまでは言わないんですけど、真夏に咲く木の花があります。これは両部と言います。白い花を、たくさん咲かせるので、目立つのと、もう一つは、非常に良い香りがします。山を登っていると、匂いで気づくこともあります。で、両部なんですけども、春先の、芽吹いた芽を、山菜として食べることもあったようです。それで、食べ物に両部の、芽を混ぜて、飢えをしのぎなさいと。飢饉の時などは、両部を活用するようにっていうことで、法律でお触れを出したんですね。それで寮っていうのは法律のことです。で、法律に出された休耕植物っていうんですけども、飢饉の時なんかに食べるといいよっていうことで教えた植物っていうことで寮部という名前がついたと言われています。で、夏に、真夏のかがんでいる時に咲くというのも特徴ですし、枝先に花を集めて咲くので非常に目立ちますが、この植物の、面白いところというか、特徴のもう一つの特徴が枝の伸ばし方にあります。前の年の軸の先が上を向いて伸びるんですけれども、次の年の芽はその前の年の芽の下から伸びます。だから、なんていうんですかね、順繰り順繰りに波打つようにして枝を伸ばしていきます。これ果軸分枝っていうんですけどね。他の枝が、単純に互生だったり、あるいは輪生だったりするのに対して、果軸分枝でどん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 枝を出していくので、ちょっと枝ぶりを見ただけでも、両部なんじゃないかなと。わかるほど特徴的な枝の伸ばし方をします。すっごい暑いですけど、両部は平気で花を咲かせてますし、この時期貴重な蜜源なので、いろんな虫がやってきます。香りがいいのもあるんですけども、蜜もたくさん出すみたいなので、夏の暑い時に昆虫たちにとっても、助かる休耕植物になってるわけですね。